3月8日なんですけれども、いやちょっと今年は素敵な誕生日になります。誠にありがとうございます。3月8日なので3番の日と言うんですね、なのでミスチルの桜井と同じ誕生日、豆知識。3番のリズムの曲を いずれは作ろうと思うんですけど、もう一つの方のサンバーさんの気持ちになってこの曲を作りました。うむの新曲ですね。はい、アルバム制作中でして、そのアルバムを作るにあたって書き下ろした曲なんですけど、うろ覚えみたいな産むという、そう、産むという、そうそうそう産むの産むって曲です。5月のね5日だっけ、子供の日にアルバムの、まあ、レコ発、今のレコードじゃないですけど、レコ発のライブをここでやろうと思うんで、もしよろしかったらよく言われてください。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それってどういうイベントだったっけ？フィレルさんとツーマン。ツーマンか。そう、フィレルさんとツーマンです。うん、それを忘れるな。講師ともにお世話になってるね。フィレルさん。だからさっきと同じ筋肉だね。お、いいでしょう。さっきピンクレディみたいな予想のお二人が出られたのかと、昭和アイドルの曲を。I'm not afraid to die.
Thank you.
スライム機の顔ちゃっかり。水分補給してまいりますから、ちょっと喋ってください。喋ってください。ふむの、ふむを言わさずのライブは、結構頻繁にあるんです。ここでやる感じに関しては、3月24日の、みつこの部屋という、私の義母、愛子が、主催するイベントがありまして、この日も、相当こってりとした人が出ます。我々は素晴らしいぐらいですよ。あと私高瀬大輔個人がやってるあのバンド、あの同じ小中同級生のバンドを組みましたよ。そのバンド名があの VIO という名前ですね。女性には気になる名前ですね。あのバイオレットイリュージョンオーケストラというイエローマジックオーケストラをもじったような、しかしテクノポップのバンドではなく思いっきりロックバンドなんですけども、そんなバンドで、ことで今月福山の5セントとかで28だったか29だったか金曜日夜にライブやりますので、もしよろしかったら覚えてたら記憶のチップの中に入ったらお願いします。高瀬大輔のフェイスブックや、インスタグラムとかにも予定載っけてます。この方も個人でいろいろインスタグラムとかやってますこの方もって、まあ、妻ですけどでは次の曲は、ちょっと先ほどね、マロナスタディスティックという名曲がかかりましたけど、アーティストかぶりですね。ロックな前ロックで参ります。東京事変の群青日和。イエーイ。
先ほど言いましたように我々、アルバムを作っております。それで既に配信済みの曲も全然別テイクでニューバージョンで全部入れてしまうと、てんこ盛りにしようと。だから全曲今まで発表した曲は別テイクで入りますんで一生懸命自分に負荷かけてやってますんで頑張ります。じゃあ最後、これも新しい場面になります。車を買ったよ。